はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということでございまして、今日のテーマなんですけども、以前ですね、私も動画で紹介いたしましたこちらのですね、スピールというですね、これがネルフィルターを、まあ、僕の中では結構画期的な、ね、道具だったんですけども、このネルフィルターって結構メンテナンスがちょっと厄介というか面倒なところがあるんですね。その代わりなんかこう昔ながらの喫茶店で、なんかでよく味わえるような独特のね、深みのあるコーヒーが入れられるということなんですけども、そんなネルフィルターをですね、ホームユースで扱いやすくしたみたいなね、そういったものがこのスピールという道具でございました。もしねまだ見てらっしゃらない方いらっしゃいましたら、僕のね動画ぜひね見ていただけると、嬉しいんですけども、そのスピールからですね続編が出ております。今日ねご紹介いたしますのはこちらなんですね。これ送っていただきました、鈴釜さんですね、が、プロデュースしておりますね。これね面白いですよ。喫茶巡りっていう名前ですね。これ要はネルフィルターがこの色付きのやつが3枚入ってますよね。これもねまたコンセプトが面白くて、要はですね昔からこう喫茶店でやっぱりネルフィルターってイメージあると思うんですけども、3都市の喫茶巡りをしよう、そういったようなコンセプトらしいんですね。で一応ですねこの、東京式、名古屋式、大阪式といったような、ね、感じで3種類のこの素材と織り方が違うネルフィルターが入っているセットでございます。これ面白いですよね要はですねネルフィルター、同じネルフィルターでもやはりその織り方ですとか、そういったものでね味わいが変わってくるといったようなね、ものなんですね。で特にですねこの喫茶巡りといううまい名付け方だと思うんですけども、3都市でですね、こう名喫茶で味わえるようなコーヒーを再現したような、そんなイメージかなというふうに思いますね。で今ですねちょうど幕開けでクラウドファンディングでですねこちらの募集をしている最中ということなので、一応ね、現時点はもうスタートしているそうです。で5月の22日までって言ってましたかね、と思いますので、そちらのね幕開けのアドレスも概要欄に載せておきますので、興味ある方ねいらっしゃいましたらぜひ概要欄から、飛んで、見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、今日はね、そんな感じで同じ条件のね豆で、同じグラム数でね、飲み比べをしてみたいなというふうに思います。はい、ではですね最初ちょっと概要のような感じからね早速開けてみましょうか。はい、喫茶巡りというふうに書いてますね。まあ、最初前の動画にも載せたんですけども、ネルフィルターをねこう開封した時、まずね最初煮沸をした方がいいです。で、まあ、15分ぐらいね煮沸をして、のり気とかをね、匂いとかを取った方がいいので、それは後でね私がやってきます。このスピールの一番の特徴なんですけども、このねネルをですねしばらく使わない場合は冷凍保存ができるということなんですね。まあ、これはねやっぱりこの製造しているところがマルタ医療さんというところで、まあ、ネルフィルターではね有名なメーカーさんなんですけども、やっぱりね、そこが作っているということで、そういったことも可能なねネルフィルターということですね。ちなみに今回のこの喫茶巡りのネルフィルターはですねこのスピール専用になっております。こちらのね一番オーソドックスなのがこの名古屋式というねこの緑のこのね縁の色がついたねフィルターになります。このですね名古屋式は通常のスピールについていたですね、私ねもう冷凍保存してあったやつなんですけど、これですね、これは基本的にこの名古屋式のものだということでございます。まあ、糸がねちょっと違うというだけで、まあ、一緒ということですね。まあ、まずはここから始めてみようというような感じみたいです。特徴としてはですね、まあ、ネルドリップらしい味わいと、で冷めても美味しいっていうのがね、基本的な、味の作りということになりますね。こちらですね赤、これがね東京式ということでね、
でございます。まあ、香りを、ね、重視した、ドリップができるというような感じでございますね。ネルドリップらしいしっかりとした蒸らしということで、まあ、豆のポテンシャルを引き出しながらも華やかな香りを同時に入れて引き出してくれるということで、抽出のスピードは速いということですね。まあ、湯抜けが速いということになりますね。名古屋式はまあ通常というか標準的なものの練るのドリップに対してちょっと早いということなんで、酸味とかね香りが引き立つということなので、よく練るフィルター、練るドリップってなんか深入りっていうイメージがあると思うんですけども、練るはですね深入りだけじゃなくて、もちろんねサードウェーブ系のねものとか浅入りとかでフルーティーさとか華やかさを味わうものでもですね、入れて美味しいものは美味しいので、例えばこの東京式のこのスピールのね練るなんかは、例えばね浅入りとかのものとか中入りとかそういったもので楽しんでも面白いフィルターなんじゃないかなというふうに推測いたします。最後にですね、こちらの青の大阪式になりますね。こちらはですね、抽出スピードが標準よりやや遅いというような感じですね。なのでちょっと苦味が出てくるかなというような感じです。ただね、懐かしいその喫茶店の味を再現できるということなので、例えばそのまま飲んでも美味しいカフェオレとかね、アイスコーヒーとか、そういったアレンジ系のものに向いているというようなことですね。で、今日はね、同じ条件でこれを使ってみたいと思います。これはね、この後煮沸をしてきます。でスピードはですね、ちょっと本体1個しかちょっと僕持ってないので、今日はねこれは使いません。これでね装着をして、別のサーバーにねこう入れるような感じにしたいと思います。今日はね95度でいこうかなというふうに思います。豆はですね比較的この間焙煎、まあ、したばかりというかね、深入りにこう焙煎した自家焙煎の、ね、豆を使います。これでね全部共通でいきたいと思います。今日のミルなんですけども、先日ねこちら紹介しましたタイムモアの X でございます。ではね準備して早速入れていきましょう。はい、ではですね煮沸してきました。水気をよく取った状態でございますね。でこのスピールですね、今日はこちらのねアンブレイカブルに装着したいと思います。はい、こういった感じでね装着しました。で名古屋式からいきます。はい、ちなみにですね、引き目は13クリックのところでやっております。中細引きぐらいの設定かなというふうに思います。説明書に書いてありますレシピはですね、こちらですね一応基本となっているのが豆 18g に対しお湯 220ml を注ぐことを基準にハンドドリップをお楽しみくださいということですね。まあ、一応基準はねこうやって設定されてるんですけど、コーヒーは自由だということで僕はやってますので、今日のねレシピはちょっと違うようにしました。 16g ですね。で 200ml ぐらいで抽出をしようかなというふうに思います。
はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね、同じ条件でこう入れましたので、ではね、3つの都市の喫茶店を喫茶巡りしてみましょう。一応ね、あらかじめちょっと今回はなるべく同じ条件にしたかったので少し冷ましました。はい、ではね、早速行きましょう。まずは名古屋式から行ってみましょうか。おいしい、まあ、今までのこのスピールの標準バージョンと同じフィルターということなんでね、相変わらずのお手前と言いますか。はい、はい、ではね、次真ん中の東京式行ってきます、はい、ではね、東京式行ってきます。あ、違う、あ、違う、あ、本当に違いますね、これ。なんでしょう、やっぱりね、名古屋式の場合はなんか甘み引き立つというか、あとね、やっぱりこの冷めてもポテンシャルをね、すごいグーッと発揮してくれるっていうのが、やっぱ名古屋式のこのフィルターかなと。で、東京式の方はやっぱりね、酸味が、あ、すごい酸味が引き立ってる。同じ豆とは思えないぐらい全然違うテイストになってます。今回すごい深入りなんですけども、もうちょっと浅い方にもね、すごい適してる可能性があります。では最後、大阪式行ってみましょう。あ、これもまた違うな。大阪式の方はもうちょっとね、あっさりしてる感じがします。甘みが引き立つこの名古屋式と比べると甘みはちょっと抑えられている。後味がやっぱね、説明書通りなのかな、苦みがね、最後こう残っている感じ、余韻として。だけどすっきりとしていて、なんだろうな、あっさり系。確かにミルクと混ぜるとカフェオレなんかはすっきりとして美味しい。でちょっと苦みが最後効いてる感じ。それぞれね、やっぱ引き立つ、同じ豆同じ条件でやったんですけど、特徴がそれぞれ出ております。確かにこれは喫茶巡りって言ってもいいかもしれない。これはね、面白いです。それぞれね、やっぱりこう研究されてる老舗のネルフィルターのね、製造メーカーさんとこのね、鈴釜、そして美濃焼のですね、このスピールが合わさって、すごいね、家でも楽しめるネルフィルターで、それぞれ特徴が違うので、お好みにね、合わせた感じでね、やってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。で、今日はですね、この後ね、またこれをですね、しっかり水洗いをして、よく水気を取ってね、またジップロックみたいなのを入れて冷凍保存して、でまた飲みたい時にね、出して入れてみたいなというふうに思います。概要欄の方に、今のね、幕開けのアドレス載っけておきますので、気になる方はね、ぜひそちら見ていただければと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。またブログ、インスタ、ツイッターなんかもね、やってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。